待って、じっくり見させてください。え、でも、え、こんなんじゃない？え、笑いすぎとか。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年9月1日木曜日の午後0時37分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。今朝お散歩中に木の実が落ちているのを見かけたんです。木の実を見ると秋を感じますよね。木を揺するとどんぐりや松ぼっくりが落ちてくることがあるので、皆さんも秋を感じてみてくださいね。 DIY で秋らしいものを作られた方はぜひ島にも飾り付けていただけると嬉しいです。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことであれやね、9月1日、もう9月になったよ。あっという間やめちゃくちゃあっという間や。で、9月に入ったけん、あれか、木からどんぐりと松ぼっくりが取れるって。そういえば作りよったね、松ぼっくりとか集めて DIY。 お、埴輪のかけらあった、今日はゲットした。おお、なんか秋っぽい感じの格好になっとるやん。よ、あいら、どうだい、気合入った？だってね、お話しして、おしゃべりに付き合ってくれるのかい？じゃ、たっぷり5時間ほど。嘘嘘、冗談だって。だってね、5時間はきつい。いや、でもあれか、女子同士とか集まったらさ、めちゃくちゃ時間経過するよね。なんか休みの日、お、サメやん。休みの日とかさ、なんか高校生の時とか、朝から夜ぐらいまでずっと、ね、友達とカラオケおったりとかしたもんね。今思えばどんだけやねんって感じやけど。ほい。最近結構サメ逃がしてしまうけんな。タイミング。え、今のいかんかった？マジで？若干遅かった？え、つら。つら。そう、絶対行けたと思ったのに。サメってタイミング難しいよね。とか、大体タイミング難しいやつっていいやつじゃない？高く売れるようなやつとか。うわー、ないわ。待って、今のメッセージボトル見よ。見知らぬ誰かへ。砂浜を散歩していたらインスピレーションが湧いてきて、このレシピが完成したんだ。そのレシピを瓶に詰めておくよ。僕のありったけの愛とともに。Do it yourself、リカルドより。リカルドって、鹿？鹿の子か？アイアンウッドチェア持ってる気がする。あ、持ってなかった。ベッドか、持っとるの。アイアンウッドチェアのレシピを覚えた。やったー、新しいやつ。どうかな？家おるかな？おらんやん、おれや。家の中が見たいんですけど。カメムシは持っとったかな？持っとったっていうか。寄贈しとったっけ？いや、さすがにしとるような気はするな。え、なになに？ちょっと待って。カメムシを捕まえた。くさーい。はい、なんでしょう。あ、ごめん、殴った。まあ、お久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話さないものね。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ、だってば。ね、用事があったんじゃなかった。あら、どうしたの？だってば。なんだなんだ、おしゃべりしよう。そういえば北の浜辺に船が止まってるのを見かけたわ。とにかく怪しいわよね、だってば。お、それは常吉じゃねえか。やってきたのか。どうも、おさいさん。チーズ、気合い足りてる？パネ、何か聞かせて。いやー、気持ちのいい日だね。何をやってももういきそうだよ、パネ。お、何かしら。住民挨拶キャンペーン 200×2 マイル。あとはなさそう。お、島民よ、埴輪を抱け。なんだそれ。いろんな種類の埴輪を集めたあなたにマイルをプレゼントするだのも。埴輪の魅力に気づいてしまったらもう埴輪沼から抜け出せなくなるだも。まあわかる、かわいいもんね。肩書き、個性的な私ゲット。
あとは？あともう2段階ぐらいあるね、埴輪の。お、いっぱいあるやん。船音を聞きつつ出発、ヨーソロー。経験豊富な船頭さんに連れられて、スペシャルなツアーに参加してみるだろう。行く先々の島で珍しいアイテムを入手したり、他にはない体験をしてみてちょうだいね。肩書き、日に焼けた船乗りゲット。そういえばずっと夏の間もあそこに寝っ転がっとるけど、確実に真っ黒よね、カッペイさん。ハッスル虫捕り大会。夏の季節のお楽しみイベントといえば、そう、虫捕り大会だな。もたぬき開発からも参加の記念にマイルをプレゼントするから、ぜひ参加してね。あと1段階。肩書き、孤独を愛する一匹狼ゲット。かっこいいな。めっちゃかっこいいな。なんか増えた？お、この辺のみ、あ、そっか、み、チェックしてなかったね。禁断の祭壇、どういうやつなんやろ。緑の腰身の、え、これは身につけれるんかな。光ゴケの森の床、鈴木のパイ、ニシンのパイはあれか、魔女の宅急便。あれって現実にある料理？ちょっとそれ気になっとったんやけど、現実にある料理なんかな。私チョコパイ以外はもう好きじゃないけんあれなんやけど、全然美味しくなさそうじゃない。アジのフライ、アジのフライ美味しい、めっちゃ美味しい。よきよき。だって何かしにどこかに行こうとしたような気がするんやけど、何やったんやっけな。ああ、そう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 、常吉がやってきとるって言ったんよね。もう一個やったらいろいろ忘れるわ。やばいやばい。え、どこから降りれるんやった、ここから降りられるんやったっけ。え、違うな。え、てかどこ、ここ、待って待って、あ、もうちょい向こうか。もう常吉がやってくる場所がどこだか全く覚えれてねえや。あ、ここや、ここ来てる来てる。あ、ここにもツタ欲しいね。そうかそうか、ここ、ここにも一個ツタ欲しいわ。よいしょ、やっほー。めっちゃ黒い煙出るやん、嫌やな。すんごい環境破壊してそう。あ、どうもどうもどうも、いらっしゃい。いやー、お客さんまた来てくれたんですね。ささ、どうぞ。古今東西の珍しい品ばかりですよ。美術品のお買い求めはお一人様一点限りでお願いしますんで、じっくり選んで決めてくださいね。うんうん。でもなー、これは？やや、お客さん、今日は美術品をお探しですか？その落ち着いた目が私の一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。なんかあれよね、名前忘れたけど、ミルク次よりやつよね、女の人が。ちょ、見たいんですけど、4980ベル。じっくり見る。ねえ、どんなんやった？なんか違うような気がするよね。何が違う？何が違うかと言われればわからんねえけど、え、女の人が違うんかな？モナリザってこんなんじゃない？有名な名画。これさ、え？寄贈したことあるものはもう持ってこんよね。え、持ってくる？何？間違えて安くしすぎてもらった。待って、じっくり見させてください。でも、え、こんなんじゃない？え、笑いすぎとか、こんなに微笑んどったっけ。いや、微笑んどったは微笑んどった気がするんやけど、ここまで微笑んどった、あれ、もしかして二重じゃないとか、一重やったとか、わからない。でも、なんかこんなにくっきり、なんかこんなにはっきりくっきりした目元じゃなかったような気がするな。わからん。なんかパッと見た感じめっちゃモナリザなんやけど。違うんかな。これなんやっけ、ヒエログリフ、手がかりの彫刻。これ一回寄贈せんかったっけ。真の値打ちを見抜ける方にしかお譲りせえへんと心に決めた名品中の名品なんです。でもお客さんやったら文句ありません。価格の4980ベルで。これはじっくり見てもわからん気がするんよね。形的にこんな感じやったよね。
パパ買う？よし、買おう。あっこにあるの多分解体新書かなんかよね。とりあえずこれ買うわ。前代わりに、ではお代金の方頂戴します。てかさ、島の方からやったらわかるんやけど、ここで買ったものってさ、普通にその場で渡してくれたらよくない？別にきっちり梱包せんでもさ、私自分で自宅に持ち帰りますけどって感じよね。え、どこ？ここか。ありがとうでした。なんかさ、一徹を全く見かけんのやけど、どこにおるんやろ。あれって私が置いたやつよね。何しに置いたんやろ。当時の自分の考えがよくわからんけど、一徹家におらんってことはその辺うろつきよるってことよね。じゃ普段の格好がどんな格好なんかが知りたいんやけど。あの、初めましてがモニカの誕生日パーティーやったけん、めっちゃ清掃のスーツやったもんね。あら、アイナさん、だふん。ラジオ体操中ですか？いいね、健康的で。今日はどんなことが起こるのかしら。ワクワクしますね、だふん。誰か一徹を見かけてはいませんか？家に戻っとったりとか。いや、いねえな。全くもっていねえな。外にせっかく家具がね、こんな感じで置けるんやったらさ、やっぱり使えるようにしていただきたいよね。いや、あの、主人公がとかじゃなくて、あの、住人が。こんにちは。話しに来たよ。実は、一日のうちで今が一番眠くなっちゃう時間なんだよね。あは。まあ、昼間ね。でもめっちゃ風強いな。ポカポカした陽気とかになってきたらね、やっぱ夏場のあのムシムシ暑い感じとは違うけん、スヤーっと寝れそうやし。待って、さっき飛んできよったプレゼントがめっちゃ気になるね。特に何もないし、誰もおらん。また誰かんち上がり込んどんかな、もしかして。待って、通り過ぎとるな。よし、来い。よし。さあ、中身は？おう、鉄鉱石か。なるほど。まあ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 。DIY にはね、役立つけん。いいんですけども。この家誰やったっけ？お、お料理中やん。なるほど、住人もお料理するんやね。なるほど、なるほど。やっほー。いらっしゃい、アイナくん。なんかちょっとフライパン持った状態で振り返らんといてくれるから、焼けそう。今ね、お料理作りに挑戦してるんだ。美味しいの作ってみせるよ、弟子。なんかさ、新しい家に引っ越してから、あの、IH に変わったんやけどさ、コンロが。なんか今までただ単に便利なだけなんかなって思いよったけど、こんな感じでさ、あのフライパンを離せんけん、若干不便よね。めっちゃピー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 ならん？分かっとるけんみたいな。いらっしゃい、アイナくん。今ね、お料理作りに挑戦してるんだ。美味しいの作ってみせるよーでし。何を作ってるの？これは僕の大好きなかぼちゃのスープ。かぼちゃのスープ？鍋で作れよ。自分で作れば欲しいだけ作れるでしょ？そうだ。せっかくだから君にも作り方知ってほしいし、レシピもらってよ。あ、なるほど。なるほど。今までの DIY のレシピみたいな感じで、料理のレシピも教えてもらえるんやね。いいやん。ありがとう。君の作るかぼちゃのスープ、きっと美味しいんだろうな。いつかご馳走してね、弟子。その場で呼んでくれんのや。かぼちゃのスープ。かぼちゃのスープのレシピを覚えた。家ん中こんな感じやった？君。こんなラジコンあったっけかな？え？なんか、そこ棚なかった？気のせいかな？なんか初めて見た時よりも家の中、さっぱりしとったような気がする。いや、気のせいかもしれんけど、多分、家に前回入ったのめっちゃ前やと思うけん。
え、てかマジで一徹おらんやん。誰かの家に行っとんかなと思ったけど、施設真ん中とかかな。だとしたらあれよね、探すの結構時間かかるよね。あ、特にさ、博物館の中とか入られとったら。あー、家の中を見れるのは一体いつになるのだろうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日は一徹を見かけることすらなかったね。どこに行ったんやろう。まあ、引っ越してきたばっかりやけん、島探検みたいな。